はい。ゆったりんゆです。よろしくお願いいたします。本日はですね、日本の企業についてお話をしてみたいと思います。まあ、日本で話題のレオパレス、えーと、住まわれている方、もしくはオーナーさんとかいらっしゃるんではないでしょうか。この会社、本当にどうなるかわからなくなってまいりました。決算発表があり、どのようになったか、本日は発表してみたいと思います。えーと、純利益。 マイナス690億円。まあ、すごいことになってますね。本当に赤字でございます。まあ、これで黒字だったらびっくりなんですけど、まあ赤字、当然の結果ですね。本当にこれから存続できるのかって話で話題になっておるわけではございます。まあ、レオパレス、まあ、ご存知の方いると思いますけど、結局は土地を持ってる人を探して、で、建物を建てませんか、節税しませんかって声をかけて、で、オーナーさんはその土地を担保に、 お金を借りる。で、建物をドーンと買って、家賃収入、一応30年なり、保証してもらって、結局家賃収入をもらいながら、その建物のローンを払っていくっていうシステムで成り立っていたわけなんですが、まあ、まず、オーナーさんがお金を借りる。建物を建てる。 ま、この建物の価格が本当にそれ妥当なのかっていうのをまた難しいところではございます。結局は競争するわけでもなく、オーナーさんからしてみれば、こんだけかかりますって言われたらそうなんですね。で、飲み込んでしまってしまえば、レオパレス、ここで利益が取れるわけでございます。まあ、あオーナーさんからもらう金額、より安く、かなり安く、作ってしまえばそこで利益が取れる。 本当にね。まあ、そんなのもやってたのかもしれません。そんなのもやってたからこそ壁が薄いとか、いろいろと問題が生じていたのかもしれません。まあ、結局それが表沙汰になったから、不動産の価格は当然下がる。で、住む人が減っている。家賃保証が難しくなってくる。オーナーさん、建物あるけど、 結局、人が住まないから家賃がうまくいかなくなる。で、残ったのはローンだけとかいうのが結構ザラになってきてるわけですから、本当にこれからレオパレスどうなっていくのかなっていうのが注目されております。まあ、個人に関してはやはり住む住まないの判断ができますので、やはり埋まりが悪くなってくる可能性が高くなる。って言われているんですが、意外と強かったのが法人の方ですね。こっちの方は意外とまだ埋まっている量で、まあ、 法人からしてみれば一気に変えるっていうのも難しくなってるわけですから、徐々にですが減ってくる可能性が高いかなとは思います。その点からも今後、レオパレスがどのような動きになってくるのか、非常に注目していただければと思います。本日はですね、レオパレスの決算発表があり、マイナス690億円の純利益だったって話をさせていただきました。ありがとうございました。それではまた。